どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、デルタ航空が上級会員のですね、取得について変更を、ね、発表いたしましたので、本日はね、こちらの解説、プラスアルファということで、動画ね、やっていきたいなと思います。ということで、私もですね、2023年中にですね、このね、羽田からホノルルのね、 えー、瓶がですね、デルタ航空でね、飛びますよね。それをですね、バージンアトランティック航空のね、マイル、まあ、ポイントっていう名前なんですけども、VS ポイントで発見しておりますので、私もね、デルタ航空ね、年内に乗るっていうふうになりますんで、結構ね、注目させていただいているね、このね、デルタ航空なんですけども、なんとですね、上級会員の資格取得についてですね、要件変更ということで、ANA とこであればですね、プレミアムポイントを貯めると、ANA のね、上級会員がね、取れたりしますよね。ジルの場合はフライ ポポイインントトを貯めていただくくもしくは回数達成ププラスプラスでね、ね上級会員資格取れるわけけなんでですけどもでこれがですね、デルタ航空は2024年の1月からですね、こちら変更しますということで発表がございましたので気になる方、またね、デルタアメックスゴールドであったり、アメックスプラチナ、ここら辺のクレジットカードをね、保有している方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということでこちらね、デルタ航空のプレスリリースっていう風になるわけなんですけども、 こちらですね、デルタ航空が来年1月よりスカイマイルプログラム上級会員資格取得条件を変更へということでプレスリリースがね、出ております。で、デルタ航空はですね、スカイマイルプログラムメダリオン会員資格の取得を簡素化すると同時に資格取得するため方法を強化しますということで、今回の変更により、米国以外の国に在住のスカイマイル会員にもメダリオン会員資格取得必要ドル MQDS を新たに導入し、 MQDS をもとにメダリオン会員の資格を取得していただくことになります。2024年1月1日以降、取得資格条件は MQDS のみとなりますということで、今までですね、このデルタ航空のね、会員資格っていうのは、必要マイル、またね、必要区間、まあこちらはですね、達成する必要があったわけなんですけども、今後はですね、このね、MQDS のみということで、まあこの MQDS っていうのは、 えー、クレジットカードのね、利用額っていう風になりまして、今後はですね、デルタ航空の上級会員を取得するには、クレジットカードの利用額であったり、デルタ航空のね、えー、経由して、 レンタカーとかね、ホテルとかね、まあ、こういったのも、ま、カウントに入るわけなんですけども、まあ、今後はね、この利用額に応じて、この上級会員のね、資格取得が可能になるっていうふうになりますんで、簡単に言えばね、飛行機に乗らなくても、カード使ってたりね、レンタカーとか、まあ、ホテルとかね、このデルタ航空経由でね、利用していただければ、上級会員の資格、資格がね、取得できるようになったって言ったがちになるんですよね。で、この、こちらにね、記載がある通り、MQDS、まあ、これがね、 クレジットカードの利用額とかでね、これがたまって、この MQDS っていうのが溜まっていくんですけども、まあこれはね、デルタ航空の運航便、定携航空会社のご利用だけでなく、日本発行のデルタスカイマイル、 提携のクレジットカード、デルタスカイマイル、アメリカンエキスプレスカード、デルタスカイマイル、JCB、デルタスカイマイル、トラストクラブ、ビザデルタスカイマイル、ダイナースクラブのご利用。デルタドットコムで予約されたレンタカー、ホテルの宿泊でも獲得いただけますということで、まあ、こういった感じでですね、変更になるって言ったがちになるんですよね。で、またね、スカイマイル会員は引き続き特典旅行に利用できるマイルを無制限に獲得でき、獲得したマイルに有効期限はありません。デルタ航空の特典航空券には。 除外日ブラックアウトもありません米国内の Wi-Fi が無料で利用できここで、ね、結構重要だなと思ったんですけど2024年年末までに国際線でも無料でご利用いただけるようになりますということで今ね米国内の高速 Wi-Fi っていうのはね無料でデルタ航空は提供しているみたいなんですけどもこれね国際線でもね2024年末までね利用することができるっていう風になりますんでこれはね非常にいいですよねでちょっとね話は戻りますけども このね、デルタのね、ステータス制度は、まあこういった感じで、えー、シルバーメダリオン、ゴールドメダリオン、プラチナメダリオン、ダイヤモンドメダリオンという風に分かれているわけなんですけれども、まあ今回ですね、2024年1月1日からは、このね、 下に書いてある 6000MQDS、12000MQDS、18000MQDS、35000MQDS ということで、まあこちらを達成するとステータスがもらえるって言った形になるんですよね。で、これがね、実際どういった感じでこちらが溜まっていくのかっていう話なんですけども、このね、MQDS っていうのはですね、 これがですねこちらに記載がありましてメダル4カイン資格に見つけた定型クレジットカードに要用額の仕組みについて教えてくださいということでにこちらねあの公式サイトの Q&A なんですけども日本発行のデルタスカイマイルアメリカンエキスプレスゴールドカードデルタスカイマイルアメリカンエキスプレスカードデルタスカイマイルダイナースクラブカードデルタスカイマイル JCB ゴールドカードデルタスカイマイル JCB カードデルタスカイマイルテイクオブ JCB カードデルタスカイマイルトラストクラブプラチナビザ カードデルタスカイマイルトラストゴールドビザカードの対象となるご利用は1,000円につき 1MQD を獲得しますっていうふうに記載がされているんですよね。ですので1,000円につき 1MQD をね獲得するっていうふうになりますんでえ単純計算するとですね こちらね、えー、ゴールドメダリオンね、えー、仮に目指そうとしたらですね、12000MQDS がまあ必要になるっていう風になりますよね。ですので、これ単純計算するとですね、1000円に 1MQD がね、あの獲得できるっていう風になりますので、まあ、そうなるとですね、この12000をね、獲得するには、まあ、1000円で 1MQD っていう風になりますので、 1200万決済すると、このね、あの、ゴールドメダリオンになれるっていう風になりますので、これだったら1800万円、こちらだったら3500万円決済すると、まあ、こちらがね、獲得することができるっていう風になるんですよね。多分、計算合ってると思うんですけども、まあ、1000円、私ね、100円につき1だったら少ないなと思ってたんですけども、1000円につき1なんでね、結構ハードル高いですよね。 はい。っていうふうになっております。ですので、まあ、2024年1月1日以降ですね、あの、決済額ね、たくさん詰める方はですね、まあ、1200万ね、切っていただければ、このゴールドメダリオンね、なることができるっていうふうになりますんで、まあ、こういった感じにね、変更になるって言ったがちになるんですよね。 で、またですね、1000円につき 1MQD がね、獲得することができるわけなんですけども、私ね、これ最初見たときにね、クレジットカードを結構ね、ゴールドとか一般とかね、いろいろクレジットカードね、デルタの提携カードってたくさんあるので、カードによってね、溜まる額変わるのかな、なんていうふうに思ってたんですけども、ま、全部一括りみたいなんですよね。ですので、一般カードであっても、ゴールドカードであっても、このね、溜まり方に、ま、変わりはね、ないっていうふうになりますんで、結構ね、ハードルは高いって言いたはちになりますよね。 で、またですね、今回ね、あの、発表された内容の中にはですね、上級会員のね、資格取得方法の変更もね、発表されたんですけども、デルタスカイクラブラウンジのご利用に関する変更っていうのも発表されたんですよね。 で、こちらですね。デルタ1で飛行し、デルタプレミアムで飛行するメダリオンメンバーは、メンバーを選択するお客様は国際線、国際的に選択します。まあこれね、あの、Google 翻訳なんでちょっとよくわかんないと思うんですけども、えメインキャビンまたはデルタコフォンコートクラスでえ国際的に飛行するダイヤモンド、プラチラ、ゴールドメダリオン会員の方は、別のエントリー方法を、 で、アクセスしない限り、デルタスカイクラブのアクセスはできなくなりますということで、こちらね、2023年の2月2日、今年、のね、2月2日にこちら導入されたんですよね。で、こちらはメインキャビンのね、座席、もしくはデルタコンフォートプラスで利用する場合、ダイヤモンドプラチナ、ゴールドメダリオンの会員の方は、デルタスカイクラブアクセス、ラウンジ利用することができなくなったんですよね。こちらはなったんですけども、こちらはね、あくまでゴールドメダリオンの特典が ためになったっていう風になりまして、日本のね、定型カードで、こちらありますよね。デルタ、スカイクラブ、アメリカンエクスプレス、ゴールドカード。こちらも発行すると、1年間ね、無条件でゴールドメダリオン会員になれますよね。で、こちらはですね、対象外っていう風にね、措置が取られまして、このカードを持っている方の、このゴールドメダリオン会員は、これがね、適用されないということで、利用することが今現在はできてるんですよね。 ま、今回の発表でね、さらに変更になりまして、アメックスのね、プラチナとかも、こちらね、あの、デルタのね、飛行機乗るときね、デルタスカイクラブランチで利用できる特典ついてたりするんですけども、まあ、こちらもですね、年間何回、もしくは、年間ね、いくら以上使わないと、利用することができなくなったり、ベーシックエコノミーの利用している方は、航空券または定型の同等の航空券をご利用の全てのアメリカンエクスプレスカード会員は、2024年1月1日、 よりりりデルタスカイクラブをご利用いいいいたただけなくななくままますっていううにまたににささらね記載がされてててるっていう風になりましてではね、このデルタスカイマイルアメリカンエキスプレスゴールドカードを持っていて、ゴールドメダリーを持っている人は、まあ今年のね2月2日に変更になった時にはですね、まあ特例措置で使えるようにね、今現在なっておりますけれども、来年以降ね、どうなるのかっていう話なんですけども、まあこちらですね、 デルタアメリカンエクスプレスゴールドカードのゴールドメダリオンもそうですし、まあ、日本発行のね、アメプラもそうだと思うんですけども、ちょっとね、こちらに画面切り替えちゃいますけども、まあ、こちらに関してはですね、ちょっと私の方でアメックスのデスクにね、確認させていただきましたところ、2023年の、まあ、今日現在は、 今のところね、変更は来ておりませんということで、この発表もですね、9月の14日にね、発表、デルタ航空の方で発表された内容っていうふうになっておりますんで、まあおそらくね、アメックスの方にま伝わってたとしても、日本のアメックスにね、伝わってるかどうかっていうのは正直わかんない部分もありますし、適用になるのも来年の1月1日からっていうふうになりますんで、まだね、 あの年内ね、数ヶ月あるっていう風になりますんで、まあこれからね、適用になるかもしれないし、まあ今年の2月2日にね、あの除外されましたけども、まあそれと同じようにですね、日本のね、このね、デルタスカイマイルアメリカンエクスプレスのゴールドカードを持っていて、ゴールドメダリーを持っている人は、 対象外にするのかっていう措置がね、取られるかどうかっていうのはね、今後、えー、まだわからないっていう風になりますんで、まあもしかしたらですね、こちらのクレジットカードね、保有されている方は変更がね、来るかもしれないですね。まあアメプラもね、来るかもしれないですし、このデルタスカイマイル、アメリカンエクスプレスのゴールドカードもね、あの変更来るかもしれないっていう風になりますんで、この点はね、ぜひね、覚えておいていただければな、なんていうふうに思うんですよね。 ということで、今回ですね、デルタ航空が上級会員資格のね、資格取得方法をね、変更へということで、プラスアルファでね、解説させていただいたわけなんですけども、まあ正直ですね、まあデルタアベックスゴールドカードに関してはですね、やはりね、ゴールドメダリオンが取れるからっていうので、まあ保有されてる方ね、かなり多いと思いますし、まあこれでね、 エコノミークラス、まあ一番安いね、座席を取って、まあラウンジ使うみたいなね、まあこういった利用方法がね、できなくなるのであればですね、まあ間違いなくね、解約祭りになってしまうと思いますので、今のね、あの除外がね、適用されるといいなっていうふうに思ってるわけなんですけども、こればっかりはですね、まだね、数ヶ月年内ありますので、あと3ヶ月ぐらいで変更が来てしまうかもしれませんので、まあこの点はね、覚えておいていただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと、 と思いますこの動画が役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッター、インスタグラム、ライン公式アカウントやっておりますのでぜひねチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ